皆さんこんにちは。湘南美容クリニック AGA 新宿院院長の笠井です。本日は AGA オンライン診療について解説させていただきます。今スマホのテレビ電話を用いたオンライン診療が可能になりました。初診のみは対面診療が必要なんですが、2回目以降は自宅にいながらスマホの、テレビ電話を用いて AGA の専門医が診察いたします。あなたの悩み、そして悩みがなく薬を継続したい場合は診察をして、薬を郵送することも可能になりました。それではオンライン診療の実際の診察風景をちょっと見てみましょう。はい、こんにちは。AGA 新宿院院長の笠井です。初めましてですかね。誰々さんはこの薬を今飲んでらっしゃるんですよね。この、フィナステライド1錠、それから、ミノキシジル2錠、それからこのビタミンミネラルアミノ酸のコンプレックスの1錠ですね。塗り薬は使ってらっしゃいましたっけ？あ、なるほど。ちょっとベタついちゃうんですよね。わかりました。少しでもいいですので、1日1回でも、あるいはもう本当週末だけでも使ってみてくださいね。あとは何か心配なこととかありますか？そうですか。それではもし何かこう心配でな、例えば今までの経過を、写真で見てみたいなとか、副作用が心配だなという時はもういつでも来ていただいて、また対面で、診察をさせていただきますので、もし変わりがない時はまたこのようにですね、お薬の方を郵送させていただきますので、このアイメントですね、ぜひご利用ください。はい、ではカウンセラーさんと今変わりますのでね、もう少しお待ちください。また遠方の方で、植毛したい、でもどうしたらいいんだろう、まず見てほしいという方は、診察をして、アドバイスをするということも可能になりました。ぜひご利用してください。詳しい方